湘南海岸は神奈川県の湘南と呼称されている地域の内茅ヶ崎市から鎌倉市にある沿岸地域海岸。古くから日本を代表する海水浴場が明けサーフィンの高ポイントとして全国的に有名である。四季を通じてデートスポットとしての賑わいも見せる。なお、湘南海岸に沿って国道134号が通っている。 江ノ島と湘南海岸江ノ島を境に、東西で景観が大きく異なっており、どちらの地域を訪れるかにより、印象が大きく異なる。江ノ島より東側は山が海岸付近まで迫っているため砂浜が狭く、稲村ヶ崎や小道岬といった岩礁も目立つ。海岸沿いには国道134号や江ノ島電鉄線が伸びている。それに対し、江ノ島より西側では、 海岸沿いに山がなく広い砂浜が相模湾沿いに湾曲しながら長距離に渡り続いている。海岸沿いには暴風林として黒松の松林が設置されている。海岸沿いを走る国道134号は暴風林の陸側を走るため海岸からほとんど見えない。なお海を眺める道としては砂浜沿いにサイクリングロードが 藤沢市湘南海岸公園から茅ヶ崎市中島まで通じており、サイクリングジョギング、散歩をする住民が多い。茅ヶ崎海岸では沖合のバー島が変化を与える。どちらの地域でも西側を望むと、海岸とともに富士山を中心に、左に箱根、伊豆、右に丹沢の山々が見える場所が多く、この景観を題材とした写真や絵画もよく制作されている。 ありがとうございます。